ボルガライスの一例ボルガライスは、福井県越前市で販売されている、ご当地グルメである。サークル K サンクスによる、ボルガライス、福井県竹尾市で、1980年以前に、登場したメニューで、オムライスの上にカツを乗せ、ソースをかけた洋食である。オムライスの中身がチャーハンだったり、ピラフだったり、かけられるソースもドミグラスソース、トマトソース、中華風あんかけ、カツも、 トンカツではなく、メンチカツだったりと提供する、店ごとに特色がある。また、2012年頃には、学校給食として供されたこともある。越前市産の食材を3種類以上使った、ボルガライスは、プレミアムボルガライスと呼ばれる。蒸気のオムレツにカツを乗せ、ソースをかける、スタイル以外にも、ドリア風、ボルガライス、うどんの上に、ふわふわの卵とカツを乗せる、 鍋ボルガ、ホットドッグや押し寿司の形状のボルガライスも販売されている。越前市内にはボルガライスを提供する店は2010年には5店舗で地元でも2割程度しか知っている人がいない料理だったが日本ボルガラー協会の活動が功を奏して2017年には20店舗と増加している。ボルガライスは竹雄市内の洋食店、うどん店などでは 定番メニューとして1980年以前からあり、地元の人たちにとっては当たり前の食べ物であった。名前の由来や発祥店などについてはっきりとしたことは分かっていない。名前はロシア西部のボルガガー流域の街でこの料理によく似たものを見たという情報からボルガライスと名付けたと言われるが定かではない。他にはイタリアの地名に由来する説もある。発祥の店舗は カフェドイマリ、ジャムハウス、エドヤが有力視されているが、決め手は存在していない。2010年、2012年には、北陸限定として、サークル系サンクス、ローソン、ファミリーマート、セブンイレブンなどの大手コンビニエンスストアで商品化され、2013年には1月22日から、同年2月4日の期間限定で、 全国のサークル計算クス約6300点で2013年1月22日から同年2月4日までの期間限定で全国発売もされた。全国販売時には漫画家の池上良一がイメージキャラクターを描きパッケージ画に用いられている。2015年10月には業務用ボルガライスソースがオタフクソースから発売された。 2016年11月から同年12月には山崎製パンよりボルガライスをイメージしたランチパックが北陸、東海地方の期間限定で販売された。2009年12月、日本経済新聞にもったいない福井人気室と題する記事が掲載された。記事は福井天人の宣伝ベタについて書かれており、その代表例としてボルガライスが取り上げられていた。 この記事に発文し、2010年には試職員ら3人で日本ボルガラー協会を結成、ボルガライスの普及活動を自主的に行うことになる。ボルガライスを学校給食にすることを最初の目標に宣伝動画を作成し、YouTube で公開する、提供する店舗に許可を得て、紹介する、ウェブサイトを公開するといった活動を行った。越前出身の漫画家、 池上良一の妹が越前市でボルガライスを提供する店を経営していたことからポスターの原画を依頼した。しかしポスターの印刷費用が3人の個人資金からは捻出できず家族、親戚、友人、知人から一口千円の協力金を集め約70人の出資によって2010年9月には池上が描いたイメージキャラクターと竹尾に来たらボルガライスの キャッチコピーの文字を配したポスターが完成する。この印象的なポスターは越前市内の至るところ、美容室、酒屋、寺、神社にも貼られることになった。評判を呼んだポスターが元となり、地元新聞やテレビからの取材が教会に殺到し、ボルガライスは全国的な知名度を得ていくことになる。また、活動の一環として、上述のおたソースのボルガライスソース、 山崎製パンのランチパックは協会の公認商品となっている。ありがとうございます。